好きなブランドはやっぱりナイキ。ご視聴ありがとうございます。トーコです。今年もファイナルまであと少しですね。ワクワクでございます。今回の動画はアンケート動画になります。お題はズバリ、今年優勝するのは富士通かトヨタか。回答数は330件でした。ご協力いただきありがとうございます。選択肢はこんな感じで、どっちがどう勝つかまでお聞きしました。それでは、回答結果を一緒に見ていきましょう。皆さんの予想はこんな感じでした。少し意外な結果ですね。一番割合が高いのは、2勝1敗で富士通の 39% でした。次いで、2連勝で富士通が 24%、トヨタの2勝1敗と2連勝は 20% 程度です。なんと、前回王者のトヨタ自動車より、富士通の優勝予想が多い結果となりました。2勝1敗とストレート予想を合わせると、63% が富士通優勝を予想しています。大人気の松田選手がいることで、期待を寄せる方が多いのかもしれませんね。ちなみに、ここまでの両チームの対戦結果ですが、レギュラーシーズンでは、コロナ影響で富士通 VS トヨタ自動車は不成立となっていました。なので、このファイナルが、両者の最初で最後の勝負になるわけです。最強の守備力を持つ富士通レッドウェーブか、最強の攻撃力を持つトヨタ自動車アンテロープスか、どちらが勝ってもおかしくないですね。皆さんの予想はいかがだったでしょうか？ぜひコメントでお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。